あれか。どこやろ。もう知ってる？ちょ、あんた、うん？取れた？なんかもう、ついてるか。バロチ。左？右？あなたのママあたりか、じゃあ。はい、なんだっけ？旧宗谷トンネル？宗谷トンネル？宗谷トンネル？くら。はい、ここどこやった？旧宗谷トンネル。旧宗谷トンネル、まあここは結構有名な、とてつもない有名なところです。多分三重県で一番危険な場所やね。一番危険な場所です。よろしくお願いします。お願いします。絶賛入りたくないという気持ちがあるんだけど、気のせいか。ライト消した方がいい？あ、それでいい。行ってみます？行きましょうか。覚悟決めて入ります。うわ怖いな。まさか牛飼いあれ食べて帰れよかったんや。こんな感じですわ。風がすごいね。オーブだかオーブだかわからんのが取れた。通過してみたの。今中腹あたりかな。中腹あたりが来てると思うんですけど、また押しちゃった。これ先陣切っていいかどうかは。うん、いいよ、やってて。ムイ君が先頭に行きます。ムイ君をたどりながら照らしていきます。そうですね、もう本当にはい。こっちが後ろです。取れんな。うん。これか。ちょっと上向いてみんな。いや、もう本当にね、下見てこんな感じですね。いや本当にね、皆さん本当にもうね、怖いと言っていいか、もう不気味っすよ。失礼します。なんか焚き火した後なのか、コウモリがいる。どこ？コウモリでーす。ちっちゃ、かわいい。いや、まだ続くぞ。あ、ほんとだ、切れてきた声が。ごめんなさいね、皆さん静かに行くけど、やっぱし寝とるとこ邪魔しちゃ申し訳ないもんで、ちょっとおとなしく歩かさせていただく光景になりますが、ご了承ください。人の寝る姿とこう来ちゃったから。
終わりました。ここが終点トンネルの出口です。なんぼ、じゃあもう一回戻らさせていただきます。よろしくお願いします。では行きます。失礼します。お邪魔します。約 300m ぐらい、ちょっと上向いて、確かにね、気配は感じてくるんですけど、若干ね、少しずつね、ピントが合わない時があるんだ。ピントが合わないとは、わからん。何かに反応してるみたい、この機械自体。お盆も過ぎたからだいぶでもなってるんですけど。いや、なことねえぞこれ。映らんやろ多分。映らん。もうごめんなさい、めっちゃ寒い。めっちゃ薄着の来たのが、でもね、腰のあたりが痛いんだよ俺。シュッ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 。相性いいのか知らんけど俺はあれやで、うん、膝の痛みが今全く感じない。嘘。ちょっと早歩きして。何？早歩き。あれ、もう入り口やん。え、本当はちょっと見えた。めっちゃ早く感じた。